ございます。ついクライムトゥーティーだけどちょっと気をつけて。日曜日、今日もいい一日にしましょう。午後もやっていきましょう。体を動かしますか。やるぞ、バーモス。まだまだやるぞ。じゃあ。シャカ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 シャネル。Puppies are only one third as large as your dog. The puppies are only one third as large as your dog. Today, お疲れした。おやすみなさい。おっと、お見苦しいところをお見せしました。バーモス、改めましてパラショです。今ね、コロナの状況下で皆さん平日はね、在宅勤務だったりとか、休日もなかなか外に出れないということで、家で過ごしてる時間がすごい増えてると思います。でね、そんなね、おうち時間を何が一番充実させてくれるかっていうと、そう、椅子なんです。平日の在宅勤務はね、もちろん休日もずっと立ってるわけではなくてね、ドラマを見たりとかね、勉強したりとか、椅子に座ってる時間が圧倒的に長いんですよ。なので今回は僕が使っているこの椅子を紹介していきたいと思います。イエーイ。先にお伝えすると、この椅子はUTTU さんから提供を受けております。ということで、人生初めての商品紹介をやっていく。はい、ってことで、この椅子の魅力をパパッと紹介していきます。まず1つ目、座り心地がいいですね。この座椅子がめちゃめちゃ熱いんですよ。休日とか編集で1日座ってることもあるんですけど、全然痛くならないんです。
ということで、座り心地がいいっていうのが一つ目。はい、二つ目、背中のサポートがめちゃめちゃしっかりしてる。骨組みがこんだけね、しっかり走ってますし、この背中をサポートする部品もね、高さに合わせて調整ができるんですよ。なのでね、こうやって座った時に全然腰も痛くなりません。っていうのが二つ目。で、三つ目が、リクライニングがすごい快適なんですよね。これ好きなところでね、ロックできるんですよ。なんで思いっきり倒して、このレバーを下に下げると、この状態でね、椅子がね、セットしてくれる。なんで疲れた時とかは、こうやってセットして休憩するとか。ちょっと斜めって作業したい時とかは、好きな位置で下げることによって、こうやって好きな高さで作業ができるわけですよ。これはね、すごい快適ですね。で、4つ目にこのリクライニングの快適さ、何で担保されてるかというと、首のサポートなんですよね。高さもしっかり調整できますし、角度もね、こうやってね、調整できるんですよ、この。なんで本当にその使う人によってカスタマイズできる椅子になってます。これが4つ目。はい。で、5つ目、肘置きがね、高さが調整できるということですね。アームレストがあることによって、パソコンの作業とかも、この肩が全然力を使わなくて済むんですよね。ってことでね、このアームレスト、肘置きがあることと、この高さがね、机に合わせて変えれることっていうのは、編集が多い僕にとっては便利ですね。続いて、6つ目。6つ目は、はい、この静粛性です。めちゃめちゃ静かじゃないですか。すごい滑らかなんですよ。はい、ってことで6つ目は、キャスターが静かってことですね。はい、最後7つ目。座椅子がしっかりしてて座り心地もいいし、背中のサポートもつけて、リクライニングもできる。首の支えるのもついてて快適。で、アームレストもあると。なおかつ静粛性もある。っていうね、これだけ揃った商品で、コスパがいいんですよ。これね、Amazon で皆さんお買い求めいただけるんですけど、値段が今ね、18,880円。まあ、本来だと25,000円ぐらいするのかな。17,000円オフ、27% オフになっております。でね、僕ね、Amazon でこの評価 4.5 以上で、この全部揃ったね、椅子をね、安い順から並べて探していったんですよ。そしたらほとんどなくて、多分この商品が一番安いか、2番目に安いかってぐらいでしたね。まあ、僕がね、本当に2週間使っただけですけども、まあこれは自信を持ってね、いい商品だとおすすめできるので、まあ、案件とか1回抜きにしてね。はい、ってことで、UPTU さんの椅子のご紹介でした。最近ね、座りっぱなしで腰が痛くなっちゃったとか、こうより在宅勤務に集中したいとか、おうち時間をより快適にしたいって方はね、ぜひね、椅子を見直すことをお勧めいたします。この椅子の URL は概要欄に貼っとくので、興味がある方はぜひ見てみてください。最後に、このような機会といい椅子を提供していただいた UTT さん、本当にありがとうございました。まあね、今回はね、案件があったってことで商品紹介してみたんですけど、そういうの関係なしにね、僕が使っていていいなって思ったものはどんどん動画の中で紹介していきたいと思いますので、第2弾、第3弾も楽しみにしておいてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。またね。